今回ですけれどもこちらのお店以前から気になっていたラーメン博多屋へ来てみましたというのもこのラーメン屋さんですね1杯のラーメンの値段がなんと290円ということでどんな感じのラーメン出ているのかなと思いまして来てみましたラーメンなんですけれども創業してからずっとこの290円でやっているそうで消費税だったりいろいろ値上げとかあると思うんですけれども1杯290円で ずっっとやっているそうです基本のラーメンが290円であとはトッピングいろいろありますのでトッピングしてみるという感じですね唐揚げとかのセットとかもありましたのでビールとか一緒に飲みたいとかそういう時にもぴったりです食券をですねまず外の券売機で購入しまして中に入ってラーメンを食べるという形になっています注文したラーメンですけれどもノーマルの290円のラーメンを注文してみました やはり初めて来たということでこのですね一番シンプルノーマルタイプ食べたいなということでこの290円のものを注文しています麺の硬さは片面で注文しましたチャーシューとネギが乗っかっていてあとはですね、トッピングなんかはごま、えー、だったり紅ショうガはあのテーブルの上に置いてありましたのでその辺ですね好みの 食べる時に好みの分量だけちょっとずつですね入れて食べるといいと思いますまずは麺ですけれども、えー、博多ラーメンでよくあるようなあの風味のいいこうさっぱりしたストレート麺ですごく美味しかったですやっぱり片麺ぐらいが個人的にはいいかなと思うんですけれどもバリカタはまだ注文したことないのでバリカタですねあのー、今度どっかのお店で一回注文して食べてみたいなとは思っています あとはチャーシューなんですけれども薄切りのタイプのものが何枚か入っていたという感じになっていますスープに関してなんですけれども以前こう福岡博多などに来た時に食べる豚骨ラーメンに比べると若干塩味がですね最初にキリッとくるような雰囲気はあったかなと思いますただ豚骨のこのマイルド感美味しさそのあたりはですねしっかりと出ているなという感じでただ それほどこう豚骨が臭くてグッとくるっていうよりもこのマイルドな感じで食べれるというスープになってましてこのマイルド豚骨っていう感じですごく美味しかったですやはりですねこの290円でこれだけ美味しい豚骨ラーメンが食べれるのでこのお店すごくいいなと思いましたまた博多の方来たらですねぜひ食べてみたいなと思いますであとメニューの方に定食で鶏天だったり唐揚げ ですね、鶏天の方が胸肉使ってるようでそして唐揚げの方はもも肉使ってるようなのでその辺もですね食べてみたいなと思いましたしビールもあるので、えー、ビールもですねこう飲みながら食べるといいかなと思ったりもしています今回は博多来て夕方頃に食事1回とってるんですけれどもえっ、ー、とよかい立ち飲みのデイテスのところで食べたんですがそこで ある程度セーブして食べたんですけれども思ったよりですねお腹が結構いっぱいになってましてでこのラーメン290円のラーメンですけれどもボリューム的に言うと通常よりも他のお店に比べて若干少ないかなっていう感じはありましたのでまあそれでも結構麺も入っててうんどうかなっていう具合ですけどまあうーん若干少なかったような気もするかなっていうぐらいの分量感でしたですので あの飲んだ後の締めのラーメンとかにもいいと思いますし軽く食べたいなという時にもいいと思いますでもっとお腹かいっぱい食べたいなという時はやっぱり定食にしてみたりあと替え玉なんかもありますし、えー、大盛りにするっていう方法もあると思いますのでその辺ですねまああの290円のラーメンだと軽くちょっと食べたいなという時にすごくぴったりなのでいいと思いました テーブルの上にあった調味料ですけれども、紅生姜、ごま、にんにくでしたかね、あとラー油でしたかね、それと胡椒が置いてるという感じでした。今回来たこのラーメン博多屋ですけれども、川端店になります。 川端通り商店街のところにありますのでこうアーケードになってまして、えー、雨がもし降っていてもこう濡れなくて歩,き歩いてこれるのですごくですね便利いいと思いますこの商店街通り抜けると串田神社にも行けますので歩いて串田神社行きたいという時にもいいかなと思いました隣にはラーメンの長浜屋あったりですねその隣にもえ違うラーメン屋ありましたので美味しそうだなということで、まあ、そっちの方も行ってみたいなと思いました あとは、うどんといえば、博多、福岡、うどんといえば、ウエストあると思うんですけれども、このウエストもですね、すぐ目の前にありましたので、この辺で麺,麺類食べたいなという時に、すごく便利いいんではないでしょうか。特にウエストのうどんですけれども、まだ私食べに来てないので、ここもですね、まあ、店舗は川端店かどうかわかりませんけれども、行ってみたいなと思っているうどん屋さんの一つです。はい、それではこのように、今回ラーメン、博多屋、 福岡、博多方面に来たら、ぜひですね、この1杯290円で食べられるラーメンということで、しかも味もいいので、美味しいと思います。はいまあ、濃厚なですね、クリーミー豚骨系みたいな、そういうの好きな方には、ちょっとこってり感が足りないかもしれませんけれども、えー、マイルド豚骨好きな方には、これぴったりだと思いますので、一度ですね、試しに、どんな味になっているか、行ってみるといいと思います。 はい、福岡行ったらラーメンでおすすめのお店です。飲んだ後の締めラーメンにもぴったりです。